1時間睡眠で一限に行く大学生。バイトから帰宅し風呂に入り、現在夜中3時。今日1限から4限まで授業があるのに寝るタイミングを見失った。さらに2限の英語のプレゼンテスト準備も未だに放置中。放置しすぎた結果、プレゼンがメンヘラ化していき、現在自分の上に焦りが重くのしかかっていますね。外が明るみを放ったことで焦りが上限超過しましたね。しかし焦りは一番のカフェインという言葉があるように、目が決まったことで1時間で終わらせることに成功しましたね。終わった頃に朝6時。今から1時間寝るかオールで行くかを運に任せることにした結果、寝ることが確定したので一旦寝ることにしました。寝れてたのか定かではない睡眠をとり、1時間寝てちゃんと起きれた幸運への感謝と起きることへの拒絶という気合で1限に向かいます。こういう時に限って大遅延。しかし最強遅延症もらえましたね。こんなんほんまになんぼあってもいいですからね。1から4限やりきり帰宅。もう二度と睡眠不足きっちり大学という過ちをしないことを心に刻みましたね。